こんにちは、ひかりです。今回はね、久しぶりにちょっと駿河屋の福袋を開けたいと思います。これね、結構前に注文してて廊下に置きっぱになってました。トレカ福袋です。8キロ入ってて5980円でした。これが今なんと、今なら3980円で買えますよ。僕も2箱買ったんですけど、これ買った時は5980円でした。だから内容一緒なんじゃないかなと思うんだけど、まあ、値段はだいぶ変わってますよね。僕もっと高い時にも買ってるんですよ。6980円の頃にも買ってて、だからちょっと損しちゃったなみたいな。まあ安くなったからまた買ったけどね。まあ内容もちょっとは違うとは思うんだけど、多分こっちの新しい方、あ、これは古いんだけど、もっと新しい方は鬼滅とかも入ってると思うんだよな。あ、そうだ、あれを出さなきゃ。なんだっけ、あの注文書みたいなやつ入ってるのかな。あ、ここには入ってないかな。別の箱だったかな。あ、入ってない、大丈夫。よし、別の箱に入って、あ、よいしょ。あ、ちょっと待って、重い。8キロなんだけど、これ10キロぐらいあるんだよ、大体。ちょっと多めに入れますぜ、みたいな。これね、いやー、この入れ方か。この高さの箱に、このレベルで入ってるからね。これ大変すぎるでしょ、開けんの。いや、これ時間かかるな、これ。もう長丁場になるわ。じゃあ見てこうか。とりあえず、ここら辺何これ。ワイシュスバ、シュバルツだって。あ、これちょっと1、倍率を戻すね。はい。こっちの方がね、画像が綺麗なんですよ。ワイシュスバルツ。聞いたことある。まあ、ワイシュスバルツだよね。美少女系なんだ。まあ、悪くないよね。なんかね、今、美少女カードって値上がってるらしいんですよ。ポケカを筆頭に。うわ、混ざってるよ、いろんな種類が。マジかよ。めっちゃ混ざってるじゃん。これ、遊戯王も入ってるからね。いや、頼むぜ。これ辺、なんか、バディファイトだし。これ辺がバイシュスバルツでしょ？これバディファイトでしょ？どうしよう。どうしようってレベルで。一応、キラ系のカードとか、気になるのがあったら紹介するけど、こう見ていく感じ、特にないっすよね、キラなのは。まあでもこういう美少、でもノーマルカードはいくらカードがね、高騰しても、多分値上がんないと思うんすよね。そうそう。だからまあ、そんなに、この辺に、ちょっとこれでヴァンガード?あ、違う、バイシュスバルツ。ヴァンガードなんだ、これなんつうんだっけ、なんだっけ、これ、バディファイト？お、なんか、キャラとしてはかっこいいけどね。なんかサンドパンの進化系みたいな。ガラルサンドパン。違うか。よし。遊戯王もあるね。遊戯王はさ、あ、なんか、まあでもあんまりな、こういうノーマルカードで価値があるやつとかはないから。あ、これとか古そう。僕の世代のやつかも。もうこうなってくると僕の世代じゃないんだよな。僕が小学校の頃、集めした頃の遊戯王ではない。怖い。怖いカードだ。これちょっとね、どうやってやろうかな。あの、下とかに置いていかないと、撮影テーブルの上だともう置ききんないよね。よし。僕の狙いはもちろんポケカも狙いなんだけど、わ、危ね、ゴムがついてた。こういうゴムって溶けたりしてカードにつくから、古いゴムはね、つかないようにできるだけ。あ、でもカードゲームとして面白そうだな。バイシュスバルツ。ただ、あの、できれば、束で入れてほしいんだよな。このなんか、ふりかけ方式で入れられちゃうと、やばい！今回やばい！これちょっと表裏一回気にしなくていい？混ざってる！これ何これ？これ辺がもう全然違う。で、これ一個混ざってるし。これなんだ？ごめん、手元でやるね。あ、キラカード来てるよ、遊戯王の。あ、これあれだ、バディファイトだ。もうちょっとこの箱奥に行かないかな。よし、行った。あ、なんかマッチョいる。マッチョでもないんか。生涯現役。あ、これ違うな。これ、これな。絵柄がなんか違くて。あ、かわいい。
あ、かわいい。バディファイト。バディファイトだっけ？バンガードとかいろいろあるかな。フュー、なんか書いてある。まあ、いいや。バディファイトどこに置いてたっけな。これか。これね、最初の頃はこうやって分けてるけど、結局めんどくさくなってやめちゃう。これキラーカードじゃない？あ、これもキラーだ。一応、なんつうの、パラレルなんつうんだっけ、あんまりレアじゃないんだね。サクリボーだって。へぇ。サックになってるからか。クリボーが。クリボーは僕の世代からいましたよね。これ辺全部一緒かな。8キロあるから。ただ全部が全部バラじゃないと信じたいけどね。バディファイトでしょ。で、これ辺が全部これですね。今ね、蛍光灯はついてなくて撮影照明だけでやってるから、こういう白っぽい、まあ、白じゃないんだけど、こういうやつを映してもチカチカしてないと思うんですよね。やっぱ LED いいわ。どうすればいいんだろう、この集めてないトレカシリーズはさ、カードショップとかに売るか、本当はメルカリとかで売るのが一番いいんだろうけど、あれ時間かかるからあんまやりたくないからやってないんだね。アカウントはあるにはあるんだけど、使ってないもん。たまに相場とかを見たりはするけどね、こういうのが売ってんだ、みたいな。でももう売ったり買ったりはしてないですね。遊戯王。ああ、懐かしい。トゥーンの目次だ。そうそう、トゥーンカードをね、1枚手札に加えられるんですよね。そう。これ当時あったよね、これ。トゥーンワールドみたいな。この辺が、バディファイト。これが、バイシュシュバルツ。バイシュシュバルツって1種類しかないんだ。バイシュシュバルツの中でも種類なかったっけ？シリーズとかないっけ？なんかいる。難しいんだな、バイシュシュバルツも。バイシュシュバルツ多くない？あ。バイシュシュバルツとバンガードと遊戯王しか出てきてないけど、今んとこ。バンガードじゃないや、なんだっけ？バディファイトか。あー、なんか別のカードも来たな。これ違うね。これ、これ。これかっこいい。何このカード。バディファイトだ。一緒じゃないか。裏面が違うバディファイトだ。レアじゃなさそう。嫌ってないから。そうそう、ごめんね。カメラ、そう。これ何なの？裏面違ったらもうバレちゃわない。何のカードか。いいんかな？まあ、レアじゃなさそうだよね。嫌ってればレアだけど、みたいな。まあ、大体レアなカードと分かるもんね。見た感じでね。まだ分かんないか。分かんないやつは。よし。あ、被ってる時点で。ただめっちゃ強そう、こいつ。かっこいいよね。なんか、やばそう。なんかトランプみたい。これ辺全部、あ、キラ来た。結構遊戯王カード、まあ、キラって言ってもなんか全部キラデッキみたいな。やつだな。なんか微妙っぽい。嘘。これなんだ。あ、マジ、あ、出た。マジック・ザ・ギャザリングって英語がいいんだってね、みんな。だから、初心者に辛いよね。もうわけわかんないもん。わかったと、英語読めたとしてもさ、大変だもんね、ルール覚えるのが。これ全部遊戯王ですね。まあ、レアなのは入れてこないでしょ。きっと。レアは来ない。だって遊戯王でレアなやつなんてさ、ああ懐かしい、メタルドラゴン、これ知ってる。僕が当時いた、これもいたな当時、これもあったな当時。当時というか僕がちっちゃい頃にもあった。なんだこれは。ジリザイオン。わかん。こちら。なんか僕が求めてるのはやっぱレトロなカードとかあったらいいなとか思ってるけど、マジックザギャザリングはきついなちょっと。まだこの辺はいいよね。お！あ、気合ってるけど違うか。ただの遊戯王だね。あ、カーソブドラゴンだ。これ持ってるよ。当時のやつ、キラ。これもベビードラゴンの懐かしい。ちょっと待ってね。この辺とかもフリマとかで売っ てもなーってとこだよね。遊戯王今あんま集めてないんだよね。まあ、どっかで。あ、カメラに当たるな、ここ。まあでもカメラ当たったのスマホなんだけどね。よいしょ。あ、キラだ。キラだ。キラつってもんだよね。そんなレアじゃなさそうだな、みたいな。まずカメラ下げようかな。なんでこうしようかな。あれ、なんかね、束になってないからきついな、これ。こう、バラで置いてあるから。
キラカード来ないかな。あ、来た。これ良さそうだけどね、なんか。あ、はい、あ、フィル、あ、スリーブに入ってるぞ。おー、ほほほ。ブルワーズアルティメットドラゴンじゃん。まあ、俺はあるけど、この、よ、カードね。だから、しかもレプリカと来てるからね。当時あったよね、これね。あ、テラフォーミング。へぇ。知らないけど、なんかレアっぽい。あ、こういうの可愛いけどね、キャラとして。あ、なんか、ココンもなんか、古いのと新しいの両方入ってるね。古いって言ってもなんか復刻なのかな。よし。お、なんか遊戯王地獄、地獄じゃない、天国が。遊戯王天国が来ます。いや、遊戯王は別に悪く、あー、やばい。これは別にあれなんだけど、2枚入ってない ?2 枚入ってない、これ。1枚か。これやばくない？トゥーンブラックマジシャンガール。これとか普通にコレクションにしたいぐらい。これとかも、トゥーンではないけど、いいカードだな。なんかさ、いいカード多くない？キラ多く、あー！当時あったデビルズミラーと、なんかこうあった当時これ。多分ね、これとかももちろんあったし、僕が覚えてるやつ結構あると思うんだよな。遊戯王ね、小学校の頃はやっぱ好きだったし、ルールも、今はほんとルールあんま覚えてないけど、当時デュエルとかもしてたもんね、友達とね、やっぱ、学校も、まあ終わった後だけど。あとめっちゃ集めてた遊戯王カード。お祭りとかでも、なんかパチモンみたいな遊戯王カードめっちゃ売ってたもん。楽しかったな。もうすごい、これキラのカード多いな。しかもこれとかアルティメットバーストっつってなんか、魔法カードだけど、ねえ、ブルーザアイズアルティメットドラゴン。状態もいいし。いいですよね。封印の黄金室。やばい。かっこいい、これも。破滅竜ガンドラクロス。かっこいいな。これ普通にパックから出てもさ、おお、キラだし。光りすぎでしょ。しかもいいのは、遊戯王の、ちゃんとした方の遊戯王ですよね、これ。なんだっけ、最近の簡単になったやつじゃなくて。おお、懐かしい、これあったよね、これ。ただ最近のやつだね、これ。しかもレプリカってなってるし、なんなん、レプリカってひどい。レプリカを公式が出すってどういうこと？それはレプリカと言えるのかっていうね。かわいい。これ最近だろうな。美少女カードみたい。わあ、ちょ待って、これ辺結構レアなんじゃない？てかもうね、下がいっぱいになってきた、もう。これ辺普通のキラじゃん、当時の。これあんま覚えてないな、これは知らない。あんま知らないな。懐かしい、これ当時っていうか、これ初期面だよね、ほぼ。あ、懐かしい、持ってた。僕もこれぐらいボロボロにして持ってた。てかね、友達とかと交換してさ、なんかいろんな先輩とかから流れてきたりするから、もうね、手元に来るときにはすでにボロいやつとかあったよね。僕もね、オベリスクの巨神兵がね、持ってたんだけど、真っ二つで折れてたの。なんか、遊戯王みんな光ってんだ、この辺のシリーズ。まあ、光ってるっていうか、あれか。もう、基本って、あ、いいね、こういうのね。基本が、みたいな感じだよね。こういうのかっこいいけどね。いいですね。美少女カードじゃなくて、なんかカードが、もうやばい。てか、カメラアングルさ、これでいいのか。これはプロとしてこのアングルでやっていいのかっていうのはあるけど。っていうか、遊戯王カードめっちゃ、あー、懐かしい。俺どうせレプリカ。あ、レプリカじゃないんだ。マジ、あ、違う、マジシャンズ・ワルキリアだ。あれ、当時もいた気がするな、この響き。聞いたことあるけど。あ、これ辺がやっぱ最近の、あ、違うか。あの、最近のではあるのか。おー、ブラックマジック。やばい。ただ、レアなやつはさすがに抜いてるよね。やっぱね、なんか抜かれてる感あるもんな。その何？単品で販売できそうなやつとかは。だから、超レアは、まあ、もしかしたら、うっかりはあるかもしれないけど、あえて入れてくれてはないだろうな。これマジシャンガールだし。あ、マジシャンバルキリアか。マジシャンガールじゃないんだ。やばい。この辺のバラのカードは下に置きます。と宣言したところでみんなには見えてないからあれなんだけど。
よし、遊戯王カード続きます。なんだこれ、あー持ってたやつ来た。これなんだ、かっこいいな。これ当時はいたよね。あんま好きじゃなかったけど、ビジュアルが。また来た。あ、こいつも持ってた、メテオドラゴン。まあ、あんまレアなのは持ってなかったけどね、当時。おい！なにこれ？召喚神エグゾディア、1枚でエグゾディアなの。これめっちゃレアじゃない？まあ、レアっぽくないけど、キラ度がね。ただ僕の中ではエグゾディアなんてさ、やばいよね。星の数少なくね？てか、召喚できんの？エグゾディアなんて。召喚したらバトル終わりじゃないの？てかね、エグゾディアなんて揃ったらバトル終了カードじゃなかった？もう変わったんでしょ、どうせルール。違いますよ、みたいに言われちゃうよね。コメントで。もうルール変わりましたよ、つって。この辺はあれか、バディファイト。嫌ってないんだよな、バディファイト。おい、これなんか当時っぽいけど、当時持ってなかったな、これは。当時のコレクションね、まだね、あるんすよね。物置部屋のどっかに、多分。前動画で紹介したから、多分ね、捨ててない。捨ててないっていうか、捨てられてない。自分では捨てないけど、一人暮らししてた時に、だいぶコレクションをね、処分されてしまったっていうね。まあ、みんなあるあるだと思うけど。あ、よかった！下の方にはこういう、なんか、ちゃんと、束になって、袋詰めされてるのが来てる。お、なんか、スリーブに入ってるカードあるな。ババン。暗黒界の術師、スノー。術師って言いづらい。わ、遊戯王結構いいな、これ辺のキラカード。ちょっと待ってね、よし。いいですね。あ、これとかいいね、なんか光ってるね。ジュラックタイタン。これ辺のカードってさ、普通にキラじゃん。ねえ。キラですよね、普通に。だからもしかしたらさ、ちゃんと仕分けしたら値段つくんじゃないの？わ、かっけえ。FGD。ファイブゴッドドラゴンだって。もう、アルティメット超えてんじゃん、ファイブゴッド。懐かしい、文字だけ光ってるやつとかあったよね。あー、懐かしいカードあるな。トゥーン系ね。やばい、ブルクマさんが懐かしい、レプリカ。当時も僕が持ってたのもどうせレプリカだろうな。あんまね、価値があるカードをお金出して買ったりしてないし、パックもそこまでね、パック買ってなかったっけ、まあ買ってもらってたか、親に。でもなんか、そこら辺で売ってるパックだから多分レアなのは入ってないと思うし、あとはもう大体トレードしたりとか。だからバトルよりトレードが楽しい的なとこありますよね、カードってね、遊戯王とか。やばいよ、遊戯王さ、どんだけなんか処分したかったのみたいな。めっちゃ捨てたかった感があるな。ただこう一枚一枚見ると、こう暗黒基地ガイアとか、これとかやばいよ。まあ、最近のだろうけどさ。これ当時のやつとか結構持ってたよ。いい音に混ざって。なんだこれは。グランブル、ね、知ってるし、ゲームあるやつ。で、あ、かっこいいね。こういうのもあるんだ、もう今、遊戯王。当時あんまなかった感ですよね、こういうのね。遊戯王って、なんか、絵柄がダークですよね。基本は。だから僕、ポケモンカードの方がどっちかっていうと集めてたかな。ただ、学校で流行ってたのがどっちかっていうと遊戯王だったから。で、ちょっとオタクっぽい子たちは、デュエマ好きだったよね。よし、キラカード系が全部キラっていうね。おは、このままノーマルカードいいけどね。お、なんかパラレルっぽい。ラプティスの超魔剣。なんだラプティスの超魔剣。遊戯王ってレアリティがさ、キラのなんか光り方で決まるんだよね。ポケカとかってレアリティ書いてあるじゃん。遊戯王って書いてないんですよね、確か。よいしょ。遊戯王がね、まだ結構ある。これ当たり箱じゃん。まあ、でも5980円だからね。約6000円してるって考えると、なんかすげえレアなカードとか普通に買える値段ですよね。1枚とかなら。あ、ちょっとこっち行こうか。じゃあ次は。よいしょ。これ辺が、なんだ？
バディファイトでしょ。これがあれだね、さっきの美少女系の。美少女系で。あとでまたじっくり見るけどね、個人的に。で、また仕分けしなきゃだからね。あ、エルフの剣士。当時からいた。やばいカード来たよ。これはやばい。稲妻イレブンだ。稲妻イレブンね、フリマに出したんだけど、売れなかった気が。売れたっけな、あれ。売れなかったかな。これね、マジック・ザ・ギャザリングとか、このさっきも言った X。あ、ZX か。これ ZX で、遊戯王でしょ。あ、遊戯王落ちたー、最悪だ。混ざったら仕分けした意味ね。これね、もっと箱奥に行かないん、これ。行った行った、よしよし。あ、なんか箱持ってからよかったな、箱を。箱持ってきて、もう遊戯王とか箱にぶち込もう。気持ち悪い。なんかブツブツみたいな。よし。かっこいいな。これなんか昔からいたよね、千年竜。なんかリメイクされてる。あー、エグゾディア。ってことはレアじゃないんだな。福袋からにはな、マジック・ザ・ギャザリング。マジック・ザ・ギャザリング。あ、エルフの剣士。なんかイラストが違う。ただ、状態悪いんだよな。もうプレイ用だよね。うわー、うわー、すげー。マスター・オブ・ドラゴナイトだ。ブルーアイズ・アルティメットと融合してるんですよ、どうせ。カオストルジャーね。これいたよね、昔から。これレアかも、僕の中で。懐かしいって意味でね。ただ、切られ方があんまりレアじゃなそうなの。わ、これ当時いたな。あんま好きじゃなかった、これは。ビジュアル微妙、ダサくないなんか微妙じゃない？ダサいとか言うと怒られるかな。あ、こういうのはいいよね。やっぱね、柄でね、結構好みが分かれるよね。遊戯、あー、これ当時いた気がする。なんか、美少女キャラと、コンビのドラゴンじゃなかったっけ。まあ、下の説明読めばいいんだけど。おー、暗黒騎士ガイア。暗黒騎士ガイアとかなんかアニメにも出てきてよかったよね。あ、このドラゴンとかレアっぽい。よし。こういうカード昔いなかったよね、遊戯王に。なんかイラストレーター、追加されたんだろうな。よし。まあ、なんかもしこのカード、なんか価値ありますよみたいなのがあったら教えてください。そしたらカードショップに持ち込みます。集めてる、まあ、遊戯王はそんな今もう集めてないからな。それでバディファイト天国。言い方だよね。バディファイト地獄とも言えるけどね。この辺がバイシュシバルツ天国。あ、この辺バディファイトだな。ここまでがバイシュシバルツ。まあ、束でさ、もうさ、フリマで売っちゃうっていうのもありだよね。欲しい人に行けば。もうわけわかんないもん。これもね、集めても楽しいと思うし、ルール覚えてればいいんだけど、もうね、今ね、ハマってるのがマジカパーティーだからね。あー、遊戯王と、あー、この辺がまだ、この辺ね、みんなが遊戯王がめっちゃあるんだよね。わー、なんか古そう。これ知らないけど、古そう。あ、なんかね、遊戯王っぽくないカード。なんかパチモノみたいな感じの、ラブツイン、キスキル。よくわかんないけど。遊戯王っぽくないですよね。あ、ノーマルカードなんか、キラーじゃないのか。のゾーンに来たのかな。あ、懐かしいの。これいたよね、ホーリーエルフ。これのとこも当時いたね。あ、キラじゃなくなっちゃったな。さすがにノーマルカードで価値があるカードって聞いたことないしな。あ、これも当時いたね。あ、これたまにスリーブに入ってんだよな。多分コレクションしてて売られたんだろうね。で、価値があるのは抜かれてる感じだろうな。まあ、タワーとかにしてさ、100円200円でフリマで売ればさ、まあ、あー、懐かしい、これ。あー、揃ってる、しかも。こっちか。こいつ、あいつ、いたよね、これね。いた、いた。僕が集めてた頃よりも後なんじゃないかな。でも、ちょっとは僕も被ってるかな。こいつなんでこんな星いっぱい使わなきゃいけないの？ね、これこんなに、なんでこいつは、あいつはあれなのに。なんか効果が強いのかな。
分からん。よし、なんか箱持ってくればよかったな。やっぱ買ってくればよかった箱を。100均の靴ケースみたいなやつ、これ綺麗だな。てか今回やっぱ多いですね、遊戯王が。ただこれっていうカードがまああったか、アルティメットカオスドラゴンみたいな、なんか同じのがいっぱいある。禁止になったカードとかじゃないの、バトルで。うわ、これとかいいんじゃない、嫌ってるよ。もしかしたらすごいレアなのないかな。あ、それレトロのやつだよみたいな。あ、これなんか、あ、これ当時持ってたよ、これこれね、めっちゃ覚えてる。これはで好きなカードとかってわけじゃないんだけど、思い出に残ってて、小学校の頃一番仲良かった子が誕生日にくれたのが遊戯王のパックと、あとなんかいろいろセットでくれたんだけど、そのパックからキラが出たんですよ。それがこれだったの確か。だから思い出に残ってる。多分そのカードまだ取ってあるよ、結構大事にしてた。それはまあ別に交換で欲しいって子もいなかったけど、自分の中で思い出で持ってたな。なんか同じカードがめっちゃある。あ、キラだ。あ、なんだ、あんまり人気なそう。これスリーブに入ってて、なんかレアのないから、これもスリーブに入ってるけど。まあね、なかなかそう簡単に、ってか、あ、また、あと、跳ね跳ね。なんか、そう簡単になんかレアなのは出ないよね。と、これもう、折れてたら、価値としてはなんだよな。あ、これ知ってる気がする。サクリファイスじゃん。なんかサウザントサクリファイスっていうのもいたよね。あー懐かしい、これ。ドラゴンを呼ぶ笛。なんかドラゴンタイプの、あれですよね。カード、なんかよ、結構これ便利だったけど、なんか強いカード呼べたんだよな。ロードオブドラゴンじゃん。あーなんかわかんない。忘れてる。あーなにこれ、融合解除だって。あったな。懐かしいカードあるんだけど、ボロいんだよね。そりゃそうだよな。あ、だから遊戯王ばっかだな、今回。別にいいんだけど、全然。まあ、よくわかんないカードとかがぐちゃぐちゃってあるよりはいいんだけど、ただあんまりレアなのはないよな。バディファイトなんだけど、これいいですね。よくわかんないけど。うん、キラだな、これ。当時っぽい。これ、これなんかコピー防止のね、これがね、ついてる。昔コピーでお祭りとかにあった。あー、懐かしい、これ。これフィギュア持ってた気がするんだよな。今もどっか探せばあると思うんだけど。あ、これ懐かしい。でもこれは、復刻だろうな。この、下の感じ。これも当時いたけど、多分復刻されたんだよね。これ辺とかも、当時あったもんな。あ、これも当時あったけど、なんか禁止になったのどうのって言ってるってよね、これ。強すぎるみたいな。僕は使ってたけど。まあ、公式大会とか出てなかったから。それは使えんだけど。あ、なんかごめんな。カメラ当たって大丈夫？なんか。カメラ当たったらうるさくなってないかな。カード裏返すとき気をつけないと。あ、なんか変なの来た。変なのって言っちゃったけど。おいしょ。やばい。これもうね、テーブルの下に置いてますからね。ここもう満帆だから。これなんか変なの来た。マジック・ザ・ギャザリングね。おー、マジック・ザ・ギャザリングはね。よかった。でもマジック・ザ・ギャザリング箱だったらきつかった。これなんか、マジック・ザ・ギャザリングはもうね、無理だから。わけわかんない。英語だし、みたいなね。やっぱ日本語がいいっすね。よし。お、まだ結構あるな。マジック・ザ・ギャザリングって世界的に人気なのかな？もうなんかキラ。ここなんか最近のっぽいんだよな。ここだ。こういうのいいけどね、カードとしては。デザインが。ただ、なんか、こう、なんかこう、食玩カードとか欲しいんだよな、ほんとは。遊戯王ってさ、遊戯王詰め合わせじゃん、これ、みたいな。
まあ、別に遊戯王は正直いいんだけどね、全然。しかもなんかあの遊戯王のちゃんと本筋の遊戯王でしょ、全部。最近の簡単なシリーズじゃなくて。まあ、最近のも買ったけどさ。まあ、そっちでもね、レアなやつはあるみたいだけど。よいしょ。まだね、めっちゃあるんだよね。余裕で束あるからね。全遊戯王だ、全遊戯王。裏、なんか、もう店員さんもめんどくさくてさ、裏持つとか合わせてくんないよね、そりゃね。よいしょ。あとで片付けない。これ片付けが大変なんだよ。福袋開封動画って。あー、懐かしい、これ。バーバリアに、アニメで出てきたんかな？かなんかで覚えてるな、すごい。なんかアニメもやってたから、何これ？なんかどういうことこれ？リン、アタック100、リンク1になってるけど。怖い。どういうことこれ？もうルールがわかんない。ディフェンスじゃない？なんか、わかんないこれ。お、スリーブに入ってるぞ。エクリプスワイバーン。ワイバーン？あ、ワイバーンってあれか、あ、なんか、ドロー、なんだっけ、あれ。ベイブレードの方か。だっけ。さあ、このスリーブ。何が、レアか、キラじゃない。ただ、全部スリーブに入れるパターンの人が思ってたんが。わあ、これ怖い。てか、デッキを全部スリーブに入れたりしてましたよね。城の王子デッキとかあったわ。当時買ってもらったわ、親に。いや、まだ結構あるな。ちょっと待ってね、このカメラを一回。よいしょ。このケーブルがね。よいしょ。立ち上がって中身を取りましょう。よいしょと。で、これでしょ？遊戯王だよ、もう全部。と思ったら来たー！やっと来た、こういうの。あーばい、カメラに当たっちゃった。このカメラ届くな。これ、モンスターコレクション。もうこれ。わからんけど。お、いいの来た。おうつ、ガンバライジングじゃない、前のやつじゃない、ガンバライドの、ガンバライドの方ですね、これ。仮面ライダーバトル、ガンバライド。もう今だから、あの、筐体がないから、こんな2枚ぐらい入ってますけど、多分キラじゃない。まあ、これはいいかな。いい感じかな。で、これちょっとあれかな。シリアルコード、もう使えないから映しても大丈夫かな。これなんか何種類か入ってるな、この、この中だけで。ちょっと一回見ますね。よし。あ、これとか、白押しですね。サイン入り。ABTC、わかんない。あ、この辺はちょっとまた違ってくるんだろうな。電撃文庫とかになってるから。で、こういう、もう、こういう、なんか、よくわかんないようになってて。うん。もうなんか、これ、ステッカーですね、ちょっとね。そう、わかんないっす。もうなんか、いろいろ。ただ、なんでまとまってたのかよくわかんないけど。わ、これとかもう、開けないからね。これ、もう、揃ってっから。なんか、なんのカードこれ。ラブライブのカードです。はい。こんだけある。多分全部ノーマルっぽい。はい。あとでチェックします。束で来てくれると助かるわ。あ、これツイステですね。ツイステの食玩のカードやった。だよね。これ全部そうだよね。ん？これ違う裏は。ん？これ違う裏は。そうだよね。違うかこれ。全部そうだよね、これ。ちょっと開けます。開けて裏もそう、あ、全部そうかな、違うな、そう、違くないかな、これこういうのが、なんか裏側は、ん、これはどうなの、全部一緒かな、あ、全部一緒じゃないな、開けます、これちょっと全部一緒じゃないですね、ツイステがね、表の方しかない、これキングダムハーツだし、でも全部ディズニーのではあるのかな、同じシリーズではあるかもしんない。うん。開けないよかったな、これ。
同じシリーズだし、これ袋に戻したいんだけど、結構ね、この袋に戻す作業がね、よくこれ店員さん入れましたね。大変だろうな、この作業。まあ楽しいとは思うけど、いろんなおもちゃ見れるから。ただ、大変だとは思う。戻った。大変だとは思います。はい。わ、これなんか遊戯王が雑多にあるぞ。まあこの辺はノーマルで。来た。これレアじゃない。よし。ハーピーの羽ぼうきとかあったよな。わ、遊戯王ばっかで、やばい、今回ね、ほぼ遊戯王かも。半分以上。キラ来い、キラ来い、キラ来い、来ない。これね、あー、なんかナリキンゴブリンがいっぱいある。よし。じゃあ、ここ行こうか。お、ジャンプのカードとか入ってるね。こういうのと、裏がジャンプのカード。これ、ジャンプのカードさ、こち亀とかワンチャンないかな、これ。今出しました。全然違った。ジャンプのカード、ジャンプ。これは食玩だね。もう値段つかなかったんだろうな。で、これが、歌プリだ。歌プリ好きな人いますよね。なんか、フリマでもなんか売れたもんな、前。これ、ツイステだね。ツイステ。ツイステと、この歌プリ的な。できないみたいなね。プラスチックカードですね。よし、なんかね、やばいことになってます、もう。こういう、もっとしたらもっとやばいからね。はい。実験立ち上がって中身をチェック。あ、よいしょ。これ全然バラでカード入ってたんだけど。はい、これ。CCG。これなの？これ、同人とかじゃないのかな？デジキャラとは違うか、同人ではないんか。これとかもうほぼさ、チェキですよね。ほぼチェキ。なんかなんていうやつだっけ、ピプノシスマイク。お、ここら辺なんかいろんなカードが詰め合わさってますね。ペタリアで表が妖怪ウォッチ。ちょっと開かない。よいしょ。これとかどういう風にして分けてんだろう。これはこれで売ってたのかな？買い取りの持ってきた、来られたやつかな？いいですね。食玩のこういうプラスチックカードで未開封なのは傷まないからいいな。この辺タイガー&バニーとかあって。おお、この辺良さそう。銀、金玉。ああ、なんこれ。分厚いな、これ。これ T ポイントカードみたいな。ああ、キラだけど、多分あれだな。そんなにみたいな。いいですね、こういう食玩カード嬉しいっすね。あれ、なんか1枚だけあった。なんだこれか、このカード。キラだけどガンダムだね。ガンダムカード。お、束がめっちゃあるぞ。よし、束だ。よし、束嬉しい。あ、プリキュアで、こっちもプリキュア。これちょっと待って、後で開けよう。これなんだろうな、いろいろ入ってるな。全部一緒だな。アンサンブルスターズだ。のチェキテキカードで全部スリーブに入ってる。丁寧に売られたんだろうな。これちょっと開けてみるわ。なんかね、プリキュアとあと別のも入ってるんですよね。じゃあプリキュアが気になるから開けます。でもこっちはね、あんまりしてわかんないな、これ。でも、キラカードめっちゃ入ってるけどね。で、ここまでが、で、これ、ああ、いいね。これ普通に欲しいぐらいだもん。定価でも、こういうカードは。いやー、プリキュアのカードいいですね。そして、遊戯王に行く前に、まだね、遊戯王結構あるんだよ。で、ちょっと立ち上がりながらやっちゃうけど、ツイステとかこういう食玩のカードでしょ？めっちゃ運動になるっていうね。わっ！これ辺レトロっぽいカードだ。これちょっとやばいんだよ。これドラゴンボールじゃないかな、全部。と思ったら、これポケモンのなんかカードだね。こういうのあったよね。ポケモンカードとは違うんだけど、ポケモンのカードみたいな。意外と、レアみたいな。でも、そんな価値はないっていう。全部出します。ちょっと見て、あ、これ辺やばい、これやばいかもしんない。
これね、海外の人でめっちゃ集めてる人いるんだよ、こういうのって。ポケモンの古いカード。これやばいんじゃない？一番レアだよ、ミュウなんて。大体、当時の初期だと。ノーデータだもんだって。これ大事にしよう。これコレクションだわ。で、デジモンね。ちゃんとキラ入ってるからいいよね。デジモンがめっちゃあって、ほぼデジモンじゃん。で、ここまでデジモンでしょ？いやもう置き場、ドローンボール。この辺とかも多分ね、やばいと思うんだよね。ドローンボールですね。今のちょっとこの束まだあるんだけど、これレトロカードコーナーですね。レトロカード袋。でまとめてあった感じですね。また半分に分けてあれしますね。よいしょ。これやばいんじゃないかな。これはロックマンだし、これよくわかんない。ロックマンとかでしょ。見えてる。よし。これゼルダとかあるし、これ違うけど、これゼルダ。やばいんじゃないこれ辺。あ、ポケモンだ。うわ、やばい。これアニメに出る、アニメのやつだ。これポケモンカードだもんね、これもね。いわゆる。まあ、うん。うわ、これやば。このシリーズめっちゃ欲しかったんだけど、もうね、売ってないんですよ。これ、もうカードショップなんかじゃ。だって、このコーナーないもんね。で、これやばい。あ、懐かしい。これ持ってるよっていうか。この前ね、引き出しから出てきた。あ、ポリゴンだ。これなんか、ゲットカードっつって。で、これがね、これがポケモンカードなんですよ。なぜかっていうと、トップのポケモンカードって書いてあるから。これポケモンカードですかね。完全に。普通のポケモンカードです。だから今のもポケモンか、ポケカですね。あ、なにこれ？白竜なのに影がなんか全然わかんないポケモンになってる。これやばいんじゃないの？普通に鑑定書付きで売ったらさ、これなにこれ？カードヒーロー？これ全然知らないんだけど。あー、これ辺ね。はい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 。あー、これやばいんじゃない？こっからまた。これマリオのカードだよ。海外需要とかでドクタースランプとか結構価値あったりすんじゃないの？ミニ四駆とか。はい、これ。あー、これなんか、この前、フリマで買ったやつに入ってたみたいな。あ、ウルトラマンのカードだ。ウルトラマンクラブだって。やばいっすね。あ、ウルトラマンだ。アーストロン。これ確かなんか特殊なメガネかなんか上にカード被せるかなんかしなきゃいけないんだよね。だからこう見づらい。ドンキーコングカードだって。こういうのもあったんだね。ドラゴン。あはニュータンのタートルス。ゼルダ。これとかやばいんじゃない釣りのカード。あ、またカメラのこのね、なんか謎のね、パーツに当たっちゃうんだね。おー、これ写真じゃん。これなんか、ホビーキング。なんか特典、ライセンス。ドロンボ。わあ、よかった。今の一束でもう、5980円の価値があるとは言えないけど、結構良かったんじゃないって感じはしますけど、どうなんですかね。でもね、まだね、めっちゃあるんだよね。ここら辺がよくわかんないよね、もう。これね、裏面を見ると、ガッシュベル、ここら辺がガッシュベルで、これ辺多分デジモンなんだよね、これ。なんか色的に。で、表はこんな感じで、なんか魔法使、ブラックマジシャンのおじいさんバージョンのやつのシールとか入ってる。これは、デジモンだろうな。違うかな。これ開けるのきつくない？開けるんだけどさ、今から。どっから開くんだ、これ。ちょっとハサミで開けちゃうもん。もうね、44分今撮ってるからね、体力の限界ですよ。下に置くね。下に置いて出していく感じの方向にします。あ、やっぱデジモンですね。あ、これポケカだな。これ遊戯王カードのやつ。これがさっきの出てきたモンスターで。で、ここはいいんだけど、これちょっとわかんない。一応モンコレね、モンスターコレクション。で、こっからやばいんじゃない？こ
これはまああれだけど、これほらポケカのなんか海外版だからあんま勝ちないんだよな、実は海外版の方が。それは知ってる。でも古いよ海外版なのなんでこんな状態がいいんかわかんないけど、これ古いと思いますけどね。これ持ってないもん、この感じ。まあ裏はこれは持ってんだけど、あんまり持ってないこれ辺は。昔はすごい出回ったんだけど、もうなくした。多分どっかにあると思うんだけどな。で、さっきのモンコレが一束あって、これ辺もちょっとちゃんと整理したいな。これ、このだけノーマルのデジモン、ノーマルかわかんないけど、デジモンカードです。で、ノーマルでないな。キラもあるけど、デジモンカードね。デジモンカードちっちゃいね、やっぱね。そうね、今もうね、デジモンカードはもう一束あって、まあ、またデジモンカードだけで終わってますし。で、あとは、袋から出しちゃうと散らかるから OK。これ残りが、金色のガッシュベルのカード。多分キラもあるんじゃないかな。まあ、キラがあったとてだけどね。よっしゃー、いいぞ。束、束、束。あとは遊戯王だから、とりあえずこの束全部出そう。で、一つずつ見ていく感じにしていきますか。これはもうあれだね。こういう、アンサンブルスターズの束でしょ。これは歌プリの束だな。もう白押しとか普通にあるからね。歌プリの束。で、これはちょっと待ってね。あ、これスプラトゥーンだな。スプラトゥーンで、なんか多分これはいろんなのが混ざってるから開けます。いや。あ、ポケモンもあるな、多分。あ、ないか。これポケモンじゃないか。スプラトゥーンのプラスチックじゃないか。カードで。ちょっとわかんなくて。これ辺が、あれだよ。なんつうんだっけ。ね、ディズニーのやつで。こっち違う。ルノーニケンシンがいて。みたいな。みたいな感じです。ちょっとね。よし。で、これラブライブのちょっとした束だね。ラブライブどこ置いたっけな。やばい、もう椅子のとこまで迫ってきてる。そしたらあんまり見せてやばい海兵のカードで。これもあれか、さっきの。なんつんだっけ。あれ、ツイステッドワンタランド。ディズニーのイケメンキャラみたいな。で、この束がまたね、いろんなのが入ってそうなんで、ちょっと見ますね。いや、もうね、今回満足ですけどね、すでに。いいね。この辺はあれか、モンコレか。ああ、動物の森だ。これはちょっと集めてるからな。なんかのカードでしょ。椅子にぶつかるとね、椅子で引いちゃうとカードが痛むからな。よし、あと、オール遊戯王かな、多分、あとは。あー、違うな、オール遊戯王でもないんだ。混ざってる、若干。こういう遊戯王で。混ざってるやん。この辺の。混ざっとるやん。これな、待って、これさ、ダメなんじゃん、これ、何これ。誰かコピーしたの、これ。あ、スリーブか、びっくりした。こうなってて、こうなってるから、印刷ミスかと思ったら、スリーブだった、白い。こんなスリーブある？遊戯王、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 遊戯王。あとでなんかレアが出たら言いますわ。よし。でもまあ散らかった。うわぁ、もう中も散らかってる、もうすでに。で、遊戯王ですね。あ、これ辺とかキラかな。あ、ブラックホール。これも禁止になったんじゃん。なんかさ、強いカードみんな禁止になるからさ、嫌ですよね。ちょっとマジック・ザ・ギャザリングとかも混ざってますね、遊戯王。で、あとは遊戯王ですね。見ますか。ちょっと見えるかな。遊戯王。はい。こんな感じです。で、三脚を置く場所がなくなるっていうね。ちょっと待ってね。よし。あ、カード踏まない。よし。はい。で、以上です。とにかくね、
今回多分5980円の頃だから、多少なんか値段高いから悪いと思ってか、やっぱ、遊戯王カード多かったですね。キラもいっぱい入ってたし。で、今回の当たりはやっぱりこういう古いポケモンカード。このポケモンカードっていうかもう種類が違うやつね。食玩とかの方のやつが、もう今出てないシリーズが良かったかなと思いました。今回の動画は以上です。今度3980円の方も開けますね。量は一緒なんだけど内容がどうかお楽しみください。もしこの動画良かったなと思っていただけたら評価ボタンお願いします。チャンネル登録とコメントも押してください。それではまた。バイバイ。